クラインの壺は、岡島二人の小説である。1989年に新潮社より刊行され、1993年新潮文庫刊行、2005年には高段社文庫から刊行された。ミステリー要素と SF をふんだんに取り入れ、当時まだ珍しかったバーチャルリアリティを斬新に取り入れた話が話題になる。表題は、この装置の名前として登場指標と裏の区別がない。 立体、クラインの壺に由来する。物語が進むに従い現実世界と仮想世界が曖昧になっていく様子が描かれている。岡島二人は、徳山淳一と井上夢人のコンビであったが本作を境に、コンビは解消された。本作の大部分は、井上の手による。山奥の貸別荘へと隠れ潜んだ、上杉明彦は、 自分がここに至った経緯を一冊の大学ノートに綴り始める。ゲームブックのシナリオ対象に応募した作品ブレインシンドロームがバーチャルリアリティシステムクライニによる最新 A ゲームの原作として採用され、ウエスギは高い知りさとともにイプシロンプロジェクトのテストプレイヤーとしてゲームに参加することになる。難易度の高いブレインシンドロームは 上杉であっても攻略は難しく、頻繁にゲーム内での死を迎える。初心者のリサは、ゲーム内で捕まって拷問されることもあったという。そんなある日、リサが、突然、テストプレイヤーを辞めて失踪してしまう。さらに上杉は、かつて一度だけ会った開発者、モモセノブオから、戻れなくなる前に引き返せという警告を、ゲーム内で受け取る。 ゲームの進行と合わせてリサの行方を追う上杉はリサの友人であるという少女マカベナナミと知り合い彼女と協力することになる調査を進める上杉はゲーム内での強烈な苦痛が肉体にも影響を及ぼす可能性からリサがショック死してしまいプロジェクトのメンバーが不祥事を隠蔽したのではないかと思い至るやがて 上杉と七海は調査の中で交流を深めるが、かつてアメリカで起こったクライン記念病院の火災などの事件記録から、イプシロンプロジェクトが現実と寸分たがわぬ仮想世界を見せることを利用した洗脳計画であり、クラインには洗脳装置だということを突き止める。上杉は七海と共にプロジェクトの面々を求断するが、毒ガスを噴霧されて意識を失ってしまう。 目覚めた上杉は、クライン2の筐体の中に横たわっていた。装置の外にはリーサもいて、上杉は混乱する。実は、ブレインシンドロームのシナリオには、手が加えられていて、ゲームの裏に隠された真実を現実で探るという内容になっていたのだという。七味も何もかも虚構だったと伝えられるが、神杉には信じられない。上杉は、リサと人よを共にするも、喪失した。 現実感を取り戻すことができずに姿を消す。そして、上杉は今、別荘の中で、大学ノートに今までの経緯を書いている。桃瀬の言った、引き返せとはこのことだったのだ。上杉には、もはやここが、暗い2の中なのか、本当の現実なのか区別がつかなくなっていた。上杉はそれを確かめるため、すべてを書き終わったら、風呂場で手首を切るつもりだと書き残す。 NHK 教育テレビでジュニアドラマとして1996年3月18日から3月29日まで全10話でドラマ放映される。本作品で少年ドラマシリーズ復活を目指すが後に続く作品はなく少年ドラマシリーズの一環として扱われる場合が多い。同年のゴールデンウィークに全2回の総集編も放送される。実質上の作者 井上夢人自らが脚本を書き、ジュニアドラマという位置づけを意識してか、主人公の年齢が高校生に引き下げられたり、テストプレイヤーとなった経緯が、ゲーム大会優勝によるものであったり、ブレインシンドロームは荒廃した世界で怪物と戦う、アクションゲームであるなど、原作から若干の設定変更が見られる。ストーリーについてはほぼ原作通りだが、果たしてここは、 クライン2の内部なのか現実なのかを自問した主人公が鏡を殴りつけるという描写で幕を閉じる。音楽は河合健二が担当し、佐藤愛子などが出演している。ありがとうございます。